お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですが、クロウド。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそ、そうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。範を打つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、老子殿がお着きです。天儀上におる。いや、そんでは俺、その間にも島が荒らされておる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、藩には捕らえられて寝返るよう迫られました。藩と話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、藩に償わせてくれよ。仁、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁には、そなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、故に手強く恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。藩を討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。門真
を開け。やもしれん。しておる。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。よっしゃ。あの櫓、このままでは進めない。堺、お前が策を練れ、あの兵器を壊すのは武士らしく。わしはここにとどまり矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。このままで行け。堺、ヒヤリを奪え。
これ以上できるものはない。では皆のもとへ。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば、死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。逃がしてなるものか。敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬尻だ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。蒙古は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。
愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前もけだものになるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。さあ、私にお任せください。また来よう。たちのことならお任せを。この島を落としてなるのか。政子殿、ご無事でしたか。運が良かったのだろうな。息子を見送れなかった償いに、最後までこの若者たちの世話をしてやろうと思っている。叔父上は朝方追い打ちをなさるおつもりです。何か策をお考えなのだろうか。若いのが傷つくのは見るに堪えぬ。あるはずです。なすべきをなせ。いつでも力を貸す。集中だ。続けておれ。悲しんでいます。酒井様。ノリオ、お前の身案じておった。無事でした。私は九州に一生を得ましたが、多くの犠牲が出ましたね。城を奪い返した後に丁重に弔ってやろう。勝機はあるのでしょうか。勝機は必ずある。望みを捨てるでないぞ。もちろんです。志村様の下地で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。
急いでトリカブトを集めた。足りそう。これで何とかしよう。櫓に行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。手早く物見を殺さねば。櫓から敵陣を探りたい。
筋だ。Which in the heart. Then Negum Ben. すべて倒した。毒を盛る手を見つけねばな。あの道、守りが薄く潜める場所も多い。菅笠衆だ。竜蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば。庭を抜けた方がよいな。宴に潜り込み、酒に毒を入れる。
지음은 사케이옴다. 벤겐 벨렌 벤쇼. 난 유치비시 팀다 하라 하여 취미고 바다 Here you. Twink, ya go. Negium harsinta. Yasum bet. Angir. Der mun beis perla. Yago. Samurai.
Evan Bear. あそこにある。あとは毒を入れるのみ。待つとするか。イネッパスタッドガイ。ジン。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンに着いたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな。黙れ。前ほどの友はいなかった。下れ。そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。
なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。教えに背いたか。こうするほかないのだ。なんて言うことを聞かなかった。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。危険。ドクトはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜ寝返った。そうか。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だが、まことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。おじ上、九郎殿の名を捨て。この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁。将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺はクロートだ。では裁きを受けてもらう。
何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのか。ここから出られるわけないでしょう。ぐずぐずしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらん。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。アシラにはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを。おじゅう、雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば、馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。美味しく飲んでよ。見せます。この庭でお話をなさると。焼けたムクロの匂いがしなくなった。もうこは生きた。そうかげで島はムクロの山で。殺し方がむごくて人じゃないみたい。二度とごめんだ。お一人で戦っていらしたから。つわもの揃いのはずの対馬の武家が一夜にして滅んでしまったから。Peace.
切れ進まなかった。神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もう。大風が来そうだ。早くユナを見つけよう。どところに集められたのか。血だ。傷はないが。なぜ死んだ？
血の周りに血が。この匂い、トリカブトだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。ムコース、バルタルニー。毒を食らったか。ペンネゴンド。吹雪に紛れれば。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ。ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。ユナと話そう。